レック専任講師の法人税を担当しております、小池と申します。よろしくお願いします。まず、簡単な自己紹介なんですけれども、教育というものに携わって35年。あと、法人税の教育というものに開始してからも20年をやって、やっぱりいろんな試行錯誤と、あと、いろんな経験。あと、受講生からですね。当然、いろんな質問からあって、で、一つずつ大切にしながら、なんとかですね、成長しながら、ここまでやってくることができました。で、自己紹介は、もう長くやってるっていうことだけちょっと伝われば、それで十分かなと思うんですけれども、法人税法って何かっていうと、日本の中に、200万の会社、法人があります。で、その会社が、やはり利益が出て、で、税金を計算して、で、その税金自体が、民主主義の根幹を支えて、日本という公共的秩序を、担っていく上での、税金を計算していく会社の税金、これが法人税法です。で、すみません。と、会社の利益に、例えば23.2%ってかければ、税金の計算は終わりですよと。そうですよね。だけど、課税の公平。やっぱその会計がみんなできれば同じ基準になってほしい。っていう、課税の公平っていうもののために、やっぱ好き勝手に計算するってことがやっぱ起こり得ますよね。例えば、減価償却費を、ある法人は5年でやる。あ、でもなんか今回税金抑えたいから1年でやっちゃおう。で、例えば棚卸しにしても、今回は、利益をすごく出したいから、棚卸しを、もう、一番最後に買った最終仕入れ原価でやると、すごく、大きな金額で個数計算できるから、それでやっちゃおう。で、先入れ先出し法でやると今度は逆に小さくなるから、あ、今回は最終仕入れ原価法でやろうとかいうことで、利益操作ができてしまったら、やはりこれは課税の公平というものができない。と考えたときに、法人税って何を学習するのかって言ったときに、会計の利益に23.2%をかければいいというこのシンプルなものにするために、会計にもちょっと口出しているところがあります。それは、例えば、減価償却の耐用年数は、税法がちゃんとルールを決めたりしているところもあります。あと、当然、重要な会計方針って言われている簿記財表、財表でやったところですね。そこについても、法律的に手当てしなければ、こう、みだりに変更されてしまうんで、そういうものを変えないでねって言ってる部分もあります。あと、勝手に個人的に使用してしまう。すみません、会計自体が、大手を前提にして作られたものなんで、中小についてはちょっと欠如している部分を補足しなきゃいけない部分もあります。でもそう、全部一つのルールなんです。課税の公平という。で、その課税の公平をやっていこう。で、本試験はいろんな基礎的な問題しか今出さないんですよ。法人税難しい難しいって言われては聞きますが、本当に基礎的な問題のみで、作ってきてるですね、今は。昔は計算屋だった。だから割と難しい計算とかこう出てた時代もあったんですけど、今は e-Tax がありますよね。e-Tax っていうのは、国税庁が出してる、法人税を計算する部分であれば、e-Tax を使えば自動計算してくれる場所いっぱいあるわけですよ。そこについては、例えば税理士に求めてない。大体どういう流れでやるかってことは知っとくには越したことはないですけれども、重要なのは判断なんだよっていう部分が非常に多く、しかも基礎的な部分で、ということになっていれば、能力として求められている部分は、やはり専門性高いですから、
もうある意味、簡単に受かりますよ、と。取ったら儲かりますよ。こんなのは、すいません、間違いなく、正しくはないと思います。正当な努力はやはり必要です。やっぱり価値をつけて、その価値自体を、やっぱり社会にぶつけて、で、社会貢献をして、その対価を、その社会貢献の度合いが高くなるんで、ある意味、そのリターンも大きくなるのは間違いないんですけれども、だからといって、そんな難しい奇をてらった問題ではなく、課税の公平って上で必要なものを投げかけてきます。で、それを皆さんがちゃんと吐き出さなきゃいけない。それが正しく吐き出されていれば合格です。なので、ご自身の法人税の考え方、感性を高めていくっていうのをやっていただきたい。で、そのために何が必要かって言ったときに、知識は活用するものなんですね。その感覚が、ちょっと日本人には欠如している部分が非常に強いんで、そこを講義では中心に補っていきます。で、例えば、三角形の面積で、直角三角形は、底辺かける高さ割る2。で、二等辺三角形も、まあ、底辺かける高さ割る2って形で求めているんですけど、それどっかで使ってますかと。で、学校の先生、ここで使うよって教えてくれましたかと。直角三角形はどこで使ってますかね。二等辺三角形どこで使ってますかね。って言ったときに、まあ一つの例ですけど、地図。直角三角形の塊ですよ。直角三角形でどんどん面積を測ってって。だから測量図とか見ると、なんか直角、こんな図形の中にも直角三角形で、こう、すみません、うまく割り振られて面積が出てたりとか。あと、山の中とか、奥深い樹海なんか直角三角形なんかこう、測れないですから、今度は二等辺三角形で、2点から測って、太陽、まあ、すみません、昔の人は太陽を見たんでしょうね、2点からこう測って。で、それでどのぐらいの距離があるかってことを測ったんでしょうね。例えば皆さんこう目を置いていただいて、左右、左右ってやったらこういっぱい動きますよね。遠くになるとあんま動かなくなるわけですよ。で、この2点から測ると距離がわかる。で、これを極端なし応用して太陽までの距離を測ったりとか、星までの距離を測ったのも二等辺三角形を利用してるんですよと。要は、2点から測ってそこまでの角度を見て距離を足してるんだよ。あと、富士山の高さも、実は直角三角形ですよね。あれ、上からはこう測れませんから。でも、あるとこから富士山までの距離を測れる。富士山からの角度は測れる。その上で、ここの富士山の距離を出すと。だから直角三角形と二等辺三角形測量であったり、ものを測る上で、一生懸命、実は使われてるんですよ。で、実務で活用できるっていうことを、やはり上、皆さんにお伝えしていかなきゃいけない。で、それがやっぱ本試験は、もう実務、税の実務っていうところなんで、要は知識は活用するよっていうところを最先端で問われている部分ではあるんで、それをやっぱりお伝えしていかなきゃいけないなと思います。で、法人税難しいと言われてるのは、あるんですけど、個人的には、課税の公平って感性をどんどん高めていく。そのために必要な要素はもう3つ。優しさです。やっぱちゃんと適正にものを読み取れる。そのためには相手が何を言ってるかを感じ取れる力。で、次に相手に聞いてもらえる。相手に分かりやすく伝えられる。で、あの人の意見聞きたいと思わせる強さですよね。で、この2つをやっぱ優しさと強さという全然違うものをやっぱ結びつけてるものって何かって言ったら面白さなんですよ。面白くこう、相手の話を聞こうとするから相手もいろいろ呼びかけてくれるし、答えてくれるし。で、これを伝えるときに面白く伝えようと思う気持ちが相手をまた動かすものになってるわけなんですよね。で、優しさと強さと面白さ持ってる人っていうのは絶対価値ある人間になってきますから、それを教材を通じて
伝えていきたいなと。でも、それを中心にお話しさせてる部分も強いし、あと、もう結論は課税の公平を分かっていこう。で、それを本試験でぶつけられて、皆さんが課税の公平で私はこう考えますっていうことが、一定の条件をクリアした段階で、税理士としての資質が揃った。まあ、税理士としての完璧ではなくて資質が揃ったってなった時に合格なんだよというふうに、思っていただきたいと思います。で、それを、きっちりと伝えていく講義にしてますので、ぜひ一緒に頑張っていきたい、いければなと思っています。よろしくお願いします。